ですからこれは単なる格闘技ファンのための同好会ではなく、みんなで共に新しい格闘技を研究、開発しながら学んでいこうという、そういう目的の同好会で。どうしたの？あの人だかり？格闘技を学ぶことで私たちは非常に多くのことを得ることができます。中でもやはり最大の喜びは日に日に自分が強くなっていくことを実感できるということです。毎日厳しい訓練を重ねることで肉体的にも精神的にもそれまでの自分の限界を超えて強くなっていくのが実感できるんです。精神論は抜きにして伸び伸びとやっていきたいと思っています。まずは実際に体を動かし格闘技の奥の深さ面白さを十分に理解していただこうと思っています。精神的なことは強くなる一環として後々に学ぶべきことだと思いますから。ねえねえ、一応グローブとかつけますし、スパーリングとかの時はヘッドギアとかもつけますから、それほどエクササイズみたいなものもあんの？え？終わってからシャワーとか使える？あ、ですね、今のところまだ物質はなくて。ところで、格闘技って聞こえたけど、空手とか柔道の勧誘かな？そういえば、格闘技好きなんだよね。中学生の頃、よく僕にプロレスの技とかを仕掛けてきたじゃない。
うん。マイナーな同好会は部員の数で予算の割り当てが決まるからね。どこも必死だよ。あ、それより急がないと売り切れちゃうよ。ちょっと遅かったね。しょうがないよ。もう少し人が減ったら残り物を買おうよ。最近ずっとファンだからね。美味しいよ。
商店街に付き合ってくんない？って、あれ？あかりも帰るところ？うん。そうなの。あたし、まっすぐ家に帰らないとダメなの。ありがとう。でも、シホに付き合ってあげて。シホは来てほしいんでしょ？私はまた今度でいいから。どうすんの？あかりも、ああ言ってるよ。私が先約なんだから、私に決めさせて。あかり、ごめんね。ううん、いいの。山々だけど。
おはよう。どうかな。早起きしてね。ちょっと変かな。リボンはやめた方がいいと思う？もっと他の髪型にした方が良かった？似合わないなら正直にそう言ってね。やっぱり元に戻そうか。本当？またまたそんなこと言っちゃって。全然変じゃない？リボンやめた方がいいと思う？もっと他の髪型がいいかな。本当に？よかった。そういうなら、しばらくこの髪型のままでいようっと。ちょっとした心境の変化だよ。
ごめんね。僕たち急いでたから。また、私、また。ごめんなさい。具合が悪いわけじゃないんです。私、窓を壊してしまったので先生に報告してきます。あの、ぶつかったのは平気ですから。うん、見たわよ、衝撃の映像。